神戸芸術工科大学の教授で映画監督の石井岳流さんの新作が今月18日から公開されます。石井監督は今月末で17年間勤めた教授を退官します。新作への思いを聞きました。石井岳流監督、5年ぶりの新作、自分革命映画闘争。物語は神戸芸術工科大学で教授を務める石井監督が謎の失踪を遂げて大学が大混乱に陥るところから始まります。石井監督を追う同僚、パソコンに残された自分革命闘争ワークを実践することで意識が研ぎ澄まされていく学生たち、そこに石井監督を襲った謎の集団が学生に迫ります。狂い咲きサンダーロードなどで知られる石井岳流監督、神戸芸術工科大学の映画コースで2006年の創設時から教授を務めてきましたが、今年3月末で退官します。あっという間のようでもあるし、すごく長かったようでもあるし、大学17年間いさせていただいたので、そこで何か、まあ、自分なりの恩返しというか、まあ、あの締めといいますか、集大成として。新作は同僚や教え子が本人役で出演し、撮影などの制作も兼務します。石井監督が映画作りを通じて学生に伝えたかったこととは。何よりもやはりその自分たちで体験する、みんなと一緒にあの大切なことを自分たちで掴むんだっていう、本当に大事なことをあぶり出した後に、そのどうやって命を吹き込んでいくかっていうことは、これはもうあの粘りって言いますか。インパクトのあるビジュアルは石井監督の代名詞。タイトル自分革命映画闘争に込められた意味は、暗闇の中に身を潜めて心の目、あるいは心の耳を開いて注意深く何かあの集中することによって大事なものが立ち上がってくると思ってます。誰でもが創作はできるし、誰でもが映画の中に入ってこれるっていう、その思いっていうのも、まあ、今回の映画にはあるんですね。映画はコロナ禍で撮影中断を余儀なくされながら、神戸を舞台に4年をかけて完成しました。神戸はもう映画をすごく撮りやすい場所で、表現する人に対して温かいさを感じますし、非常に私にとっては魅力的な街ですね。映画自分革命映画闘争は3月18日から神戸の元町映画館で公開。公開を記念して元町映画館や新海地のパルシネマ新公園では過去の石井作品が上映されます。とても大切なそのものがたくさん詰まってる映画で、日々の瞬間瞬間の大切さというのがなんとなくこう身に染みてくるような、そういう不思議な体験も味わえる盛りだくさんの内容です。